DJ ソワライズ。アロハ、こんにちは。DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回なんですけど、9周年前のシリーズハッピーラッキー総武将官、今回もやっていきたいと思います。はい。ナインスアニバーサリーフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー総武将官ファイナルファンタジー15、今回回していきましょう。毎日更新、全シリーズ回していきます。さあ、新規出てくれるか。アラネアさんのね、新規欲しいんですけど、来るか。お、ミラボ覚醒、何か奨励、覚醒未所持、何かあるかな。来い。あ、変、誰だ。ノクちゃんかな。ノクちゃん未所持ありますからな。お、ノクティス戦技、うーん、かぶりでした。ありがとうございます。それではここから人気コーナーのシリーズメンバーチェックワンツー行ってみましょう。ファイナルファンタジー15のね、あの後期めちゃめちゃ強かったんですけど、さあ見ていきましょう。スタメンなんですが、ノクティスさん、ルナフレーナ様、イリスさん、プロンプトちゃん、アラネアさんとなっております。ノクちゃんから見ていきましょう。ノクティス先生なんですが、まあ、一応シンクロ究極 T 角とモリモリに持ってるんですが、未所持枠結構あるんですよね。オバフロ奥義、クリスタル神器、オバフロ神器、究極戦技、リミットブレイクチェーン、リミットブレイクチェーンもね欲しいねと思ってるんですが、レンズ品で交換できるのは戦技のみと、バッテリア未所持ありです。意外と持ってないの結構ありますね。ルナフレーナ様はリミットブレイクチェーン、リミットブレイクガーディアン召喚、究極新奥義と、あとゲージ戦ですね。結構割と新しめ、強力なの持ってないという感じです。イリスさん、イリスさんは超必殺持ってないですね。あと D 角究極、レンズ品で交換できるマテリアありです。プロンプトちゃん、プロンプトちゃんはシンクロ D 角覚醒、まあ、チェインもありますね。あ、リビットブレイクオバフロー新奥義、究極が未所持となってます。アラネア姉さん、究極シンクロ覚醒、リビットブレイクチェインシリーズですね。新奥義、 D 角欲しい、 D 角いいね、欲しいね。これでコンプになるのか。あ、コーマーボ、あー、めちゃめちゃいいじゃん。なるほどね、ちょっとノーマークだった。 D 角は欲しいですね。他のキャラ見ていきましょう。グラディオラス、グラディオラスはチェインシンクロオーバーフロー奥義、覚醒となってます。レンズ品交換枠は戦技と超必殺、まあ、究極 D 角新奥義モリモリに持ってませんが、まあスタメン候補ではないのでまあいいかなと。イグニスさん、名爆、あ、コキか、コキクルバではあのコキで使わなかったんですよね。それまではスタメンだったんですけど、チェイン持ちで覚醒でフルブレもかけれるっていう、まあ、割と優秀じゃ優秀ですよね。一昔バーストがめちゃめちゃ一世を風靡したんですが、僕その時も使ってなかったんであまり思い出がないというメガネ君ですが、現在はスタメン外れてますと。コルさん、戦技3種、レンズ銀で超絶オーバーフロー奥義、覚醒がゲットできるみたいですが、戦技3種のみでした、はい。アーデンさん見ていきましょう。アーデンさんは新奥義覚醒、リビットブレイクオーバーフローシンクロ、割とまあ少しずつ揃ってきているという感じですね。レンズ品で交換できる枠は3個、マテリアは持っているという感じです。レイブスさん見ていきましょう。レイブスさんはシンクロ戦技ですね。レンズ品枠はなし。今回はファイナルファンタジー15回してみました。毎日更新、全シリーズ回していきますので、9周年前のフェス前にねモチベーションを上げていきたいと思います。明日はファイナルファンタジーレコードキーパー公式生放送、僕ね参戦する、見に行く権利をいただいているので楽しみにしてます。公式生放送遊びに行ける方、もしお会いできる方はよろしくお願いします。そして生放送ね、みんなリアタイで見る方、アーカイブで見る方、9周年前フェス情報もりもりだと思うので、これからもファイナルファンタジーレコードキーパー皆さん楽しんでエンジョイしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。